日本青年館、日本青年館、日本青年館、英語、日本青年館は、東京、神宮外園地区にあり、多目的ホール、ホテル、宴会場、会議室、駐車場などを備える複合施設である。運営者は、一般財団法人日本青年館であり、1925年、大正14年に、青年団のための施設として開館した。 2020年東京オリンピック用地として使われるため、1979年、昭和54年に改築、完成した2代目日本青年館を開体敷地を明治神宮野球場前に移し、2017年、平成29年8月1日にグランドオープン。建物は地上16階、地下2階、建物高さは70メートルとなり、 送客室数220室のホテルや1250席のホールなどを備えている。その他、館内には、レストラン、宴会場、会議場などがあり、宿泊、食事、結婚披露宴、各種会議、コンサート、講演会、研修などに使用される。全国の青年団関係者にとっては80年以上に、渡る青年団運動の総本山として位置づけられる、重要な施設である。 館内には日青京の事務局が入居しており、日青京主催行事はここで開催されることが多い。また、特に終戦前後の青年団全国組織の空白期には、日本青年館が全国の青年団を結ぶ役割を果たすなど、施設面だけでなく、青年団を助長する財団としての活動も重要である。現在も、全国青年大会などの日青京との共済事業を、 はじめ、職員の雇用や青年問題研究所の活動など、平尾京都の関わりは深い。また、社団法人中央青少年、団体連絡協議会など各種青少年、団体事務局が入居しているほか、青少年の育成に関する事業を展開している。1979年、昭和54年に改築、完成した二代目日本青年館は、地上9階、 地下3階建てで約80室のホテルや1360名を収容する大ホールなどを備えていた。大ホールは特にコンサートホールとしても使われ、ここではかつて TBS の8時だよ、全員集合やザチャンス、日本テレビの24時間テレビ、愛は地球を救う、1979年なテレビ番組の公開放送が行われた。 近年においても宝塚歌劇団の公演やクラシックやアーティストのコンサートなどに使用されていた。また、1995年、平成7年から2015年、平成27年まで全国高等学校選抜オーケストラフェスタの会場として使われた。また、日本青年館のホールは、それまでライブハウスを中心に活動してきた歌手、アーティストが初めて、 ホールコンサートを開催する際に使用されることも多いことから、登竜門的存在とっていた、桃色クローバー Z や AKB48 の初、ホールコンサートが開かれたのも同所であった。また、日本共産党、創立91周年大会が開かれるなど、政治活動にも利用される施設である。音楽ユニットザードも、かつて、同会場にて、 ミュージックビデオの撮影を数曲行っており、また、ボーカルである、坂井泉が制御した後もフィルムコンサートとして、訪れるほどの縁の場所でもある。2015年、平成27年4月、新国立競技場の建設、敷地拡大に伴う移転要請を、日本スポーツ振興センターから受け、解体。南に、約100メートル先の、西テニス場、 3月1日平常跡地に移転。2017年、平成29年7月31日から8月6日まで、日本青年館ホールの落とし公演として、宝塚歌劇星組、アテルイ、アテルイマイナス、東京公演が行われた。同年8月1日、日本青年館ホテルが、グランドオープン。東京都新宿区と港区にまたがる。 神宮外苑地区に位置し、東京メトロ外苑前駅が最寄り駅、徒歩5分となる。JR の品野町駅や駄田谷駅、都営地下鉄国立競技場駅などからも徒歩圏内、0から12分にある。神宮球場とは道路を隔てて、向かい側にあり、球場側に面したホテルの客室からは球場を一望することが可能である。近傍には、日本スポーツ協会、 日本オリンピック委員会新本部、ジャパンスポーツオリンピックスクエア、新国立競技場、明治公園、秩父の宮ラグビー場、聖徳記念会画館、神宮外苑、東京体育館、新宿御苑などがある。明治神宮の造営に勤労奉仕をした青年団が皇太子から功績を称えられたことを記念して1920年、大正9年に建設の儀が起こり、 一人一円を合言葉に、全国の青年団員による募金活動などが展開され、1922年、大正11年12月着手の運びとなり、162万円の公費により、地上4階、後5階建て地下1階の初代日本青年館が1925年、大正14年10月に完成した。概要は、約500名収容可能の宿泊施設のほか。 2000名収容の、行動、図書室、新聞雑誌縦覧室、資料陳列室、談話室等を備えたものだった。新公共楽団の最初の本拠地でもあった。また、別館として、都内小金井市に、浴音館を建設し、そこに、青年団指導者養成所を開設した。さらに1936年、昭和11年に、千葉県香取郡元大賀村 現、成田宿井先に修練を開設し、農業指導などに活用した。1925年、大正14年に完成した、初代日本青年館の老朽化したことから、1971年、昭和46年になると、日本青年館評議委員会内に、館建設構想特別委員会が発足、翌年1972年、昭和47年には、 その発展系である日本青年館新館建設委員会として具体的な新館建設の計画が開始された。一方、日本青年団協議会、平青鏡でも日本青年館は全国青年団運動の拠点であるという認識のもと、その動きにこうして同年、新館建設日青鏡特別委員会を設け、1974年、昭和49年、 新幹建設のために1975年、昭和50年末までに各道府県青年団1、100万円、計5億円の募金を集める等の新幹建設運動方針を決定した。しかし、募金達成時期である1975年末になっても半数以上の道府県団が達成に至っていなかった。このため、1976年、 昭和51年の日屋を協定期大会において執行部は達成年度を1978年昭和53年まで延長し何が何でも総額5億円の募金を達成すべしという強い姿勢を打ち出した議論は紛糾したものの結局この方針は各道府県団に受け入れられ全国で精力的な募金活動が展開されることとなる各道府県団 およびその加盟団である軍師青年団による地域への全国訪問、美化作業や物品販売、映画、同胞の上映会などの取り組みによって、ついに1982年、昭和57年4月、新刊春工後ではあったものの募金は、目標の5億円に達した。募金活動は平成に入っても一部で続き、最終的には神奈川県、 山梨県を除く44道府県で目標額に達し、募金総額も多く2500万円余りに及んだ。日本青年間の募金運動の時期は、20近い府県で再建を含めた地元の青年会館建設運動が起こる時期と重なっており、金銭的負担が各府県団の重荷に過ぎたため当初の計画通り募金運動ままなかったという見方がある。一方、 日本青年館の募金運動を成し得たことが、地元の青年会館建設運動の大きな自信につながったという見方もある。各して青年団による募金に加え、所有財産であった翌音館、千葉修練場の売却益、年金福祉事業団からの特別融資、日本船舶振興会や日本自転車振興会からの助成金、 さらに文部省や全国都道府県など行政からの補助金などにより建設資金は着実に集まっていった。特に文部省からは調査研究費も含め総額7億2300万円の補助金が交付されており、国が民間の施設にこれだけ大型の補助を出したのは史上初めてであった。そして1979年昭和54年2月1日。 日立の宮正人新郎隣席の元春公式が取り行われ、総公費54億円、地上9階地下3階の2代目の日本青年館が誕生した。同館の宿泊用の客室としては、細長く、畳敷きで3から4人用の10畳程度の和室といった間取りの小部屋が多く、和洋大小81室の宿泊室を持つ。これは、青年団行事において、 青年問題研究集会が開催されるため、文化会形式の座談会用小部屋を多数確保するためである。これは、ビジネスホテルなどの営利企業の宿泊施設ではなく、青年団のための施設として建設されたためである。また、青少年の指導、育成という建設趣旨から、青年団をはじめとする各種青少年層の団体や、修学旅行などの利用が比較的多い。 新たな施設は、神宮外園地区の南寄りに約100メートル移動、テニスコートの跡地に建設、敷地面積は6800平米、後に6671平米である。新施設は、同じく移転、改築が決定されている、日本スポーツ振興センター、JSC と一体的に整備され、地上16階、延べ床面積3万平米規模である。 日本青年館を含む全国30館の道府県青年会館で全国青年会館協議会が構成されている。これらの青年会館は青年団等が募金活動などを行って建設されたものであり、青年団等の事務局が置かれ活動拠点として活用されるほか宿泊、研修などの施設として機能している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。